とるんやからチャンネル始まるよ。どうぞ。はい、どうも D です。今回もアニーとフリートークを言っちゃいたいと思います。皆さんお聞き逃しなく。お前おったんかい。当番一等ことも知らない。知らん。そんなにあれなんですか、その、興味がないっていうのか、あれなんですか。昔あと声は聞こえるですよ、はい、来たなっていうのは分かるわけです。分かった。もともと呼ぶ予定だった。そこも近くやから。あ、ですよね。お前も挨拶見返ったでしょ。もうそんな暇ないから。そんな暇ないですもんね。そうそう、もうお客さんも来てるし、俺らがもうね、何人一丁でやらへんだから。もう、それもう、これもうね、トップはもう、ここの人はもう何ぼでも飲んでしていいけ、ちもうここにずっと氷置いてるんですよ、ぶち込んどって何ぼ飲んでもいいわ。汗にかく方が多い。そう、出る方が多いですね。あの、あのバーベキューはね、俺も1回しかやるの、ほんと美味しい。ちょっとそれ今度はお願いしますよ。お願いしましょうかね。お願いします。ちょっと見よう、一緒に一品してみたら、もうあれを焼いてひっくり返して、うわっと切って、ちょっと道具は買ってこれないかもしれないですけど、何か考えましょう。それはピーは作るんじゃないですか。まあそれぐらい多分作れると思いますよ。鉄パイプ曲げるなり、ね、曲げて刺して刺して。俺はもうあの肉どこでこうできたやろかって言うんだって、聞いたらやっぱ俺知っとるところ焼き多分そこやろと、はいはい、もう名前はやめてきますけど、でもそんだけの焼き方すればそんなにいい肉じゃなくても美味しいんじゃないですか。美味しい、多分ね。だけどタレで食べたい人は塩かけりゃいいしね、うん、本当もう生で食いたい人は半生ちょっとこう焼いて、うん、もう辛いでしょ。まあ本当で半生で食べるってなったらやっぱ多少良くないといけないかもしれないですけど、あ、火がもうちょっと焼いていったらまたもう何十人もおるけ、皿もしが俺はもうじっと座って回しちゃったけ、おい削れって言われたあれ、どっちでしたら面白かったけどね。あ、もうそうじゃないですよ、下でね、ぶわっと長いから高いから壁が、はい、で俺ら下でポッと見たらパッと覗いた下が道路が見えるんですよ、はい、住宅街、はいはい、ほんならパトランプが周りの見えるよりやから光るような、はいはい、こっちは全部全然電気バッついてるけど、おいまた待って見ようよ、見ようよ、見回りが来てるわわ言うでしょ、はい、カラオケも そうですね、うん、だいたい7時頃から始めて11時この場所だから、盛り上がっとる、ね、また来てるですよ、また来てるですよ。あれは来ないんですか。入られへん、あのちょっとこうピンポンって全然こう注意も来ないです。とりあえず見回りだけ。そうそう。で、周りのが見えるんです。はい。もうあの適当がすね。そうせんと周りの住民にちゃんとこう、あ、アピール。アピールアピール。お巡りさん。警察もちゃんと対策してますよっていう。うあれはやっぱね、パクラのなんでも、俺まさかす。まあ言うたのがいいんやけど。はい、本当に。本当相当喜んだでしょ。お前がすごいってなって、なって。俺ずっと料理とばさせられましたからね。そっから。そっから。兄が発想がすごいと。うん、だけまあいつも行かんでいいでしょ。うん、その代わりあの何がなあの言うなよそれが。こんな言うな本当はダメなんやけど、明日ね、うん、とか今日お前夜何時来いとか言われるんですよ。はいはいはい。ね、急なですね。はい、あの焼肉が好きで俺その前話したでしょ。はいはいはい。で、一回自分断ったでしょ、はい、すいません、今は本当は家乗ったんやけど、家の近く乗ったんやけど、ね、今福岡って夜まだ帰られるんですよって言ったら、うん、ね、あ、そうか、ほんならしょうがないの、うん、いや、それも晩の天ぷら作るだけなんですよ。晩飯に、はい、で天ぷら揚げてくれとか、はい、もうそんな言い出したから、うん、これ困ったなんで、で次の時またこんな3日前から言われ出したんですよ。あ、前もってちゃんと、うん、断りようがないでしょ。もう予定に入れれないです、ね、うん、入れられると何人か人が来るから、もう好きなんですよ、人を呼んで、あの、うん、みんなでワイワイこう、もてなすのがですね。で、その時に行ったら、その一回断ってるんですか、うん、あのね、僕をね、二度と断るんじゃないよって念をされたんですね。念をされた、すまねえよされて。そうですね。だけど、その運転手が、うん、来週のとか言うんですよって言う、もうそうなりだしたんですよ。次から僕が言うたんで絶対に断るならよって
分かりましたち。もう明日とか今日とか言うから。強制ですね。強制。一、はい、回だけ通ったの。はい、断る。まあそれも嘘ついたわけですよ、ね。いや、それも分かるもんよね。もうそうなるのは。はい、でもその時で行きたくなかったもん。急に来て天ぷら揚げ出てくるさ。いや、それやっぱ兄も人間ですもんね。やっぱ素直な気持ちが出るときは。行きたいさ、ずっと行かないことがあるんですよ。もう毎日が当番みたいになるんですよ。でもね、美味しいものはものすごく詳しく言うんですよ。あ、でもそれは一緒に食べさせてもらえるわけですよ。それはもちろんです。もちろん、作って、うん、で食材はやっぱりいいやつですよね。もうそれあ、聞いたですね、今食材がすごいですよ。朝4時頃起きてテレビ見るんですよ、で、言われるじゃないですか、どこどこの缶持ちましたとか、どこどこれがなんとか番組見るんですか。そしてその日の当番が、おい、すぐ録画して頼みなさいって鳥はね、大体日本中の鳥食べたね。鳥がメインで好きなんですか。いや、中心食べたことない食材がテレビ出たら、タモでも何でもいいんですよ。頼めちゃうんですよ。食べてみたい。で、俺が電話かかってんですよ。今日何日にホロホロ鳥が来ますから、料理してちゃう。ホロホロ鳥って言うだろうな。言われてもっていう。ホロホロ鳥じゃ見たこともない。食べたこともあんまないですよね。硬いか柔らかい。名古屋工人とか、薩摩地鶏とか、天草大王とかいうの、それ何なんそれ。今もういらんの、スマホで調べられないですよ。あ、はい、ネットで、はい、今はですね。だけどもう言われたらもう意地になるんですよ。もう負けることもう道具はすごいですよ。ガソン買いたぐらい。カチンとかが穴ない。もう中華やろ。ああ、強いやつですね。やけどするやないかっていうのは、プロパンに全部変えて、そこだけ。そのために。あ、まあ、食べるのが好きなんですね。好きな本当にその、食に関してがですね。自分、バーベキューの話も踊るけど、多分そこを持ってきたっていうのは何でかって言ったら、牛1頭の内臓を床下だったの。内臓全部。牛1頭分の内臓。1頭分の内臓って言っても、そんなすぐ湯がけないんじゃない。半日かかった。ですよね。半日。何するんですかって言ったら、ホルモン鍋するからです。はい。うまいんですよ、料理は。はい。韓国の人やから。はいはい。だけど、ホルモンを甘く炊いて、みんなで、兄弟とかに食わせる。はい。で、行ったら、リンゴ箱があるでしょ。はい。発泡スチロール。発泡の。あれが3本あるんですよ。うん。お鍋ですかって言ったら、行くまで、何も事情は教えんの、当番も。俺に事情言ったら来ないからいけんけんって。ほんとに、その当番が自分がせなきゃいけんことになるでしょ。はいはい。伝え湯がきとか。どうにか呼ばないけんということで。みんな、みんなこう慣れてくると、全く料理を仕切らんふりするんですよ。わかるでしょ。もう、フライパンすら持てない。もう、ザーもうってから。だけど、これも魚もさばいてるじゃないですか、最初、隠しちゃったんだけど。そんなふうになってるから言ってみたときにこれ何ですかって言ったら牛一頭分の内臓全部一頭分の内臓が出る。それを切ってないでしょ。肺は肺である。そのままレバーもレバーの8キロぐらいあるんですよ。心臓から全部それをとりあえず適当に切って全部下湯がき湯通しろと。これで肺があるでしょ。末端があるでしょ。入れるんですよ。浮いてくるんですよ。空気があるあ、すみません、これどうしたらいいんですかね。上等抑えとけ。それで湯がけたら、ある程度湯がけたら全部一口で切れと。何するんですかって一応聞くんよ。それから死ぬもの言うなと言われるんだよね。これ何するんですか。僕はホルモン炊くから面白いですね。いや、しょったらどんな美味しそうに見えてくるのよ。食べたらものすごくうまいから。汁がなくなるまでずっと炊き込んでですね。でもね、最高にそれがうまい。で飯が細く見えるよね。あ、ご飯に合う感じになる。それ下ごしらえが。それなり、一人でやる。はい。本当に誰も手伝ってくれない。運転とか一人は電話とかせないけんから。はい。それ、料理長やないですか。お願いしますね。一応言うよ、当番に。お前、これ言うがやるよ。お前俺の目の余裕やるな、ありくまでやれやつで行くんですよ、俺は。もう、じゃあもうしょうがないですね。もう結構有名な仕事で俺総料理長ですね。もう、
いや、そういう称号いらんのですよ。もうだってもうそれはもうそこの界隈ではもう料理長とか料理長になってしまってるだけど、それで結構料理は覚えたね。まあそんなどえらいおかげでヤクザの食べ物ったら普通にバーベキューでいいんやけど、いらんねばっかりに。バーベキューも豪快な方なんね。誰がこれ思いついたんですかみんなが初めて来るやつおるやん、お前ビール出したいぜとか言って来たりとか、みんな見てびっくりする。何焼くんですかって。上から下までみんなちょっとあれですよね初見ですからね、初めて見る。直轄連中も来るから、みんなね、こんなん食べたことないって言って、それがやっぱそのいろんな人も喜ぶ、嬉しいよ、美味しい美味しいって思いやけ。まあそれもパフォーマンスとしても十分あるし、味も十分やしって。いいですね。じゃあ、本当は兄、それはまたいつか本当に約束してください。ピー頼むね。ピーに頼んでやりましょうね。じゃあちょっと一旦ここで次の話に行くので一回締めます。はい。やからチャンネル、ご意見ご要望はコメントコーナーまでよろしくお願いします。チャンネル登録、いいねの兄弟もよろしく。